6000万から。ああ、はい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 。結構出たね。おお、結構で1億4000万。はい、こんにちは、ケイドラです。今回はシノンアルファ使っていきます。このキャラは汎用性が高い上に友情コンボも強いんですけども、 SS の追撃は非直殴り系でした。ただこれは思いのほか火力出るかもしれないんで、そこを確かめながら使っていこうと思います。ではまずはシュリンガーラで使っていきます。今回遊撃は3体ついていまして、超砲撃も3体かな。はい、こちらが遊撃遊撃遊撃ですかね。でこちらが同族加速過激加盟撃ついています。いきましょう。とりあえず友情コンボでポンポンいけるかな、どうかな。はい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 。こちらが砲撃型の超強貫通弱点とマーキングミサイルですね。でバイタルキラー M に関してはゲージなんで、このキャラが動いてるターンに誘発したらキラーは乗ってきますけども、まあ、そこの部分含めると、まあ、超砲撃が相性いいですよね。はい、今のところサクサクきています。まあ最近シュリンガーラはね、言うても結構リムルとかでも艦隊で友情系できましたからあれですけども、あとは SS ですよね。壁 SS 単短縮持ってるんで短縮しながらいけるんですけども、これの火力なんかね、もしかすると距離によって、自分が止まった停止位置とボスとの距離によって、その対象の敵との距離によってダメージが変動するっぽいんですよね。なんか使うたびにダメージが変わってみたいな、よくわからん感じなんですけど、今のところまあ、ただ割合ではないです。なんですけど、まあ、最近の非直殴り系は結構ね、倍率高く設定されているんで、割と出るんじゃないかな。友情コンボが強いからね、その SS 打つまでに倒し合わないかちょっと不安ですけど、はいはい、うん、やっぱまあ普通に友情強いね。ポンポン火力出るね。SS 溜まっておらず、一番早く溜まりそうなやつもラスゲぐらいか。ラスゲ開幕とかで打てばどんぐらい出るか分かりやすいかな。まあすごい解けるね。さすがに強いな友情は。まあ、4P が動いてるターンは今バイタルキラーも乗ってましたからね、誘発したやつは。ボス特攻できるけどちょっと時間稼げますね。このままいっちゃうとちょっとさすがに SS が打てないから、ラスケ開幕に合わせたいね。ここももうちょっと遊んでおいて、まあ、超アビ20のバイタルキラー M ですから、殴りも普通に結構出る。で多分拾えばいけるかこれ。友情入れ番ストップ。ああ、ちょっとよかったんか。危ない危ない、よかったわ、勘違いしました。で SS 打ちますけども、最初に触れた敵なので一番最初にシュリンガーラかいけるな。マーキングミサイルでなんか結構火力出そうで怖い。さあ行きましょう。まあまあいいでしょう。5800万から距離近いね。6000万から。ああ、はい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 。結構出たね。ほぼ倍ぐらい出たね。6000万ぐらいから1億1000万だったから。でこれが多分ね、距離遠いと多分ダメージが上がるはずなんで、もう少し検証してみましょう。では次はカルニベですね。こちらはどうかな。友情コンボでゴリゴリいけんのかな。まあ、ケンリン、ツヨリンがいるんで、それでちょっと軽く変わったりすると思うんですけど、一旦、友情はどう？あ、いけるね。ナイスナイスナイス。言うてもカルニベって6周目とかですよね。ここは最初はゴリゴリいけるはず。オッケーオッケー。ケンリンは出ないステージかな。てか、うんぼ来てるやん。ナイスナイス。まあやっぱバイタルキラーがなくなった瞬間に大幅に火力は下がりますね。まあ、長打名と超満員ありますけど、超満員はまあ無印ですからね。大幅に下がっちゃう。さあ、いけるかな、ゴリゴリ。SS もね、どんぐらい火力出るんかな。使ってみたでは結構出ていたんで、今回は過激ゴリゴリの紋章付きですからね。どうなるんでしょうか。はい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 。ミサイル惜しい。まあ、早速中ボスとかでも打ってもいいけどな、 SS せっかくなんで。はいはいはい。OKOKOK。意外とスムーズに来れますね。で、最初に触れないといけないから、あ、まだ剣に出ないか、最初。そっかそっか。一旦ちょっと、暴れとこう。あ、そんな甘くなかったわ。あ、でも結構出てるな。なんでや。友情殴り甘えてましたね。適当すぎたね。あ、足がちょっと遅いな。あ、セーフセーフセーフ。よしよし。そうか、加速要素ないもんね。で、加速持ってなかったら350か60ぐらいだったんで、ちょっと遅い。さあ行きましょう。できたらちょっと距離保ちたいね。どんぐらい出るんやろ。はいはいはい。はい、今、1000万ですね。こっから、剣輪バフもらってます。おお、結構で、1億4000万。だいぶ増えたね。結構いくな。意外と強いこの非直殴り系が。ナイス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 。で、判定も弱点が今何箇所だ ?1 箇所だから2判定だったと思うけど。判定は拾いやすいのかな、前判定拾うんかな、そうか。まあ、マーキングミサイルはちょっと難しいコンテンツでは火力伸びにくいか。雑魚処理能力ちょっと低いね。どうしても長距貫通弱点とマーキングミサイルだから、うん、必中系じゃないね。雑魚に雑魚処理能力はちょっと癖あり。しっかり考えて打たないとね。なんか左下のやつ処理できなさそう。あ、ナイスナイスです。で、剣輪触れてですけど 2P は紋章なしか。で、ここ弱点出ないんで、弱点出ないとさすがに火力は出なさそうだと思うけど、打ってみますね。はいはい、ちっけえな。めちゃくちゃ近い。はい、3200万から、うん、そんな出なかったね。まあ、とりあえず次は紋章付きのキャラですし、まあ、多分ね、止まってからだから、これ系は、非直殴り系だったら、バイタルキラー乗ってないと思う。追撃の部分で。はい。だいぶ距離できました。4400万から、はい、8000万。ってことは4000万ぐらい増えました。紋章の力考慮しなくてもダメージ多分増えてるよね、これ。さすがに。今のだったら。もう一回検証するか。これだと距離近そう。4000万ぐらい増えました、さっきは。はい、近いよ。はい、ダメージ見ましょう。3400万から、ほら、6200万だから、ダメージやっぱ変わってるよね。やっぱ距離じゃないかな、こうなると。距離で変動してそう。もともとヘカーとカミカやったっけ。カミカがそういう仕様じゃなかったっけ、違ったっけ。なんかカミカすごい難しかったんですよね。ピューンって弱点を捉えないとダメージ通りにくかったから、なんかそういう仕様だった気がするけど、違ったらすみません。まあでもなんか本当に距離が遠いほど火力出てそうな雰囲気あるよね、この感じだったら。まあ、非直殴り系ですけども、結構火力は伸びやすい方なのかな、そうなると。まあもちろん、あれですけどね、剣輪くれてるから、このクエストだったら。剣輪バフあってこその倍率なんですけど、やっぱ弱点ないからね、こことか。ボス1、ボス2。だからラスゲとかで打つ方が火力は伸びるね、もっと。なんで、下るからちょっと使っていくか、ポンポン。剣輪バフもらってフォンフォンで誘発してみたいな感じが最高ですね。いや、さすがにちょっとここは友情芸できないな。さすがにきついな。ボスに。自分で頑張るしかないか。まあやっぱり殴り火力はどうやっても低いと思うな。うん。まあ汎用性高いんですけど、どうやってもその、もちろんダブルアンチ、トリプルアンチとかでハマってきたら強いですけど、いや、トリプルアンチ、クワドランチでハマってきたら強いですけど、ダブルアンチの場合は結構ライバルに火力負けすると思うな。この感じだったら、今のところ。オッケーオッケー。赤そこか。頑張って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 ミサイルがやっぱ剣輪触れないと火力出ないからな。先にもう剣輪触れとくか、大丈夫っしょ。で、ラスゲ入りました。ラスゲはしっかり弱点あるんで、ここは結構火力は伸びるんじゃないかな。まあ、あくまで6周目、5周目、6周目忘れたけど。HP 硬いね。多いね。さあ、ラストゲージ。頑張れ、頑張れ。ナイス。うん。HP の SS 打てそうじゃない？剣に出てから打てそうね。アンチブロックあるからな、これ。ちょっと怖いな。大丈夫。よしよし。さあ、剣に出てきました。で、できれば距離保ちたいね。黄色。黄色、OK、いいね。判定は全部拾ってくれるのかな？いいんじゃない？結構遠いよ。弱点に向かって飛ばしてるのかな。そうか。あ、弱点狙ってるっぽいな。あ、結構伸びるな。はい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 。1億9000万かな、今の。だいぶいきましたね。また 3P の火力を見てみようか。なんかちょっとビット怪しいけどな、これ。ビット当たりそうじゃない？先に大丈夫か？下から打てば。さあ、火力はどんぐらい出るんでしょうか。場所は？停止位置は？はい、近いね。で、今、ダメージが3600万からの、あ、やっぱ距離じゃないこれ。どうやっても火力変わってるわ。距離でだいぶ変動してるな、これ。はい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 。でも結構火力は出る。ちゃんと遠ければ。近かっても、まあ、出てましたね。以上、そんな感じでシノンアルファ使っていきましたけども、まあやっぱ使いやすかったですね。シンプルに。汎用性高いし、まあ、転送株の未来投資もできますし、まあ、いろんなところで今後使っていけるかなっていう印象がありました。友情火力もしっかり高いんですけども、まあやっぱりマーキングミサイルは難しいコンテンツにおいて、まあ、ボス火力も出しにくいと思うし、雑魚処理能力ね、どっちの友情コンボも低いんで、そこは欠点かなと思いました。で、SS は、やっぱその追撃がね、非直殴り系ですけども、多分距離を保てれば割と出るんですよ。まあカルネベは剣輪バフあったりとか、シュリンガールはそもそも、まあ HP が低いかな。あと弱点倍率とか上がってるんであれなんですけど、まあそういったギミックが噛み合ってくると結構 SS の追撃でも火力は出ます。ただ本当にもうバチバチの殴りクエストとか、まあ、弱点がなかったらその分火力が下がるんで、まあやっぱり割合とかの SS と比べると欠点の方が目立つかなと思いました。まあでもしっかり火力は入ってましたね。でまあ SS の倍率自体は 1.3 倍、自強化。ね、自強化 1.3 倍の 1.5 倍だから低い上に、まあ、バイタルキラー M に関しても条件付きの火力アップなんで、まあ、殴り火力においてはちょっとやっぱり低いのかな。まあ、今後こういうところでハマってきた場合も、多分ライバルキャラ結構強いよね。アキくん。で、こっちもアキくんいますよね。うん。まあ、ここでハマってきた場合はまだ、まあ、キャラ少なすぎるか。はいはいはい。まあ、こんな感じなんで、トリプルアンチでハマればもちろん強いんですけど、どうしてもちょっと、殴り火力の低さが目立ってしまうかなって感じましたね。まあ、SS の追撃とか面白かったですけど、まあ、汎用性で今後戦っていけるキャラかなっていうふうに思っております。まあ、手持ちが薄い方はね、結構便利なキャラなんじゃないかなと思いました。以上、そんな感じで、よかったら皆さんの感想もコメント欄でぜひ教えてください。本日もご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価、チャンネル登録お願いします。それでは、バイバイ。